バウカウ県は東ティモールの県、同国東部の北海岸に位置する。首都はバウカウ。1494平方キロメートルに2004年の推計で11万3748人が暮らす。県はさらにバギア、バウカウ、ラガ、ケリカイ、ベマセ、ベニラレの各地区に分けられる。県には植民地時代から同様の組織が存在していた。 北は、ウェタル海峡に面し、東に、ラウテン県、南に、ビケケ県、西に、マナトゥト県と接する。県内では、公用語である、テトゥン語やポルトガル語の他に、ほとんどの住民が、パプア諸語のマカサイ語を話す。また、住民の大多数は、カトリック信者だが、ムスリムも住んでいる。バウカウ県の農業は、東ティモールで最も進んでいる。 主食の米やトウモロコシの他、豆、ピーナッツ、サツマイモ、コプラ、ククイナッツ、キャッサバが栽培されている。また、バッファローやヤギも飼われている。しかし、交通網が脆弱であることから、新興産業の発展には課題がある。ベニラレ地区には、第二次世界大戦中、旧日本軍が築いた地下道が残っている。県内の海岸には、 砂浜が広がり、水泳などのウォータースポーツには、うってつけの場所になっている。バウカウ市街から6キロメートルほど行ったところにある、バウカウ空港は、国内で最も長い滑走路を有している。事実、首都ディリのプレジデンテニコラウロバト国際空港でさえ、ボーイング737のような小型機しか、着陸できない。この空港は、国の主要空港としてオープンしたが、 1975年にインドネシアが占領するとインドネシア軍に引き継がれた。ありがとうございます。